木を切り南方の山が向け、火を焚きつけて煙が日差しを遮った。青い時期の杯を焼き、塔の中から一つだけが生まれた。鮮やかな青い玉のごとく輝き、何度深い煙の中に埋められたのだろうか。霊老たるは清い水煮に、強さは岩に劣らず。今こそわかる、杯を作り出した技は天の調和を移したのだろう。花の模様は小さな点を打ったものにもかかわらず、真心を込め筆で描いた絵のようだ。我が文化の優秀性や独創性を代表する高麗青磁、その青磁を焼いた釜跡は主に西海岸と南海岸に分布している。その中で最も中心になるところはジョンナム肝心付近の釜跡であり、ここで作られた青磁が我が国の高麗時代の青磁を代表している。肝心で最も優れた青磁が作られた理由としては大きく3つ挙げられる。1つ目は青磁の原料を含めた自然の条件が整っていたこと。2つ目は早くからの中国との交易により先進文化に対する理想的な理解力を持っていたことである。しかし何よりも重要なものは青磁を作ったこの地の人たちの創造的な生命力だと言える。肝心郡手宮村一帯は高麗時代全般にかけた釜跡があちこちで発見されているが、統一新羅時代後期の9世紀頃から高麗時代末期の14世紀後期まで約500年にわたって最も優れた青磁が作られたところがここである。高麗青磁は11世紀頃になると高麗の文人や貴族の美意識が反映されて、簡潔ながらも高い水準の造形物として完成された。12世紀頃には釉薬を透明で明るいものに発展させた新しい飾り技法である青磁象嵌でもう一度新しい造形の花を咲かせた。中国の青磁は色が黄緑色で濃く、釉薬が不透明で、また形態は鋭く早朝な感じがする。それに比べ高麗青磁は穏やかながらも透明で鮮明な翡翠色、流麗な線の流れ、また弾力感や躍動感にあふれた模様と器の形態が一体になった絵画的で詩的な美しさが特徴であり、中国の青磁とは違った独創的な美の世界を醸し出している。さらに歴史上最も早く酸化銅を顔料として赤色を出す新砂発色技法を編み出し、灰色がかった青色の生地にポイントとなる部分だけに新砂を用いて派手やかな赤をなるべく抑えた節制の美を醸し出している。これがまた中国の青磁とは違ったところであり、高麗青磁の造形上の優秀性を証明する一例になるであろう。青磁の製作過程はまず香林系統の二次粘土を掘り出し精製した後、念入りに加工しろくろで形を作ってから、半乾燥状態の器の表面に彫刻したり、
態度と違った黒や白みがかった粘土を用いて鉄画、耐火、あるいは象眼技法で飾り付ける。その後、十分に時間をかけて乾燥させてから摂氏700度ないし800度の温度で素焼きをし、素焼きをした器に上薬を塗って再び焼いて完成する。青磁の種類には何の飾りもない素分青磁、模様を彫りその部分に白土や黒土で梅素焼きをした後、上薬を塗って再び焼いた象眼青磁、表面に黒土を溶いて筆で描いた後、上薬を塗って焼いた鉄画青磁、白土あるいは黒土を用いて器の表面に点あるいは絵で際立つような模様を描いた耐火青磁、顔料で使われた酸化銅の成分が還元され赤みがかった銅画青磁、象眼された模様に沿って金をかぶせた画金青磁、また表面全体に黒土を薄く塗り上薬を塗ることにより黒みがかった鉄彩青磁などがある。12世紀に入ってから青磁の模様は単純な飾りから叙情的な模様や象眼技法などに発展した。特に秋の空のように高く澄んだ青磁の生地の上を飛んでいる鶴と雲の模様には人の心を休め穏やかにする芸術の本来の姿が見られる。さらにしだれ柳、野菊、葦、猿翁や雁のような絵画的な深みがあり、また広く青い生地によく似合う独特な素材を発展させたが、このような素材は自然で精錬された美しさを求める高麗人の美意識の水準の高さを反映している。真の文化遺産の価値はその中にある祖先の精神的な価値観をよく理解し、それを引き継いで初めて確認されるものである。我が国固有の美の世界を完成した祖先の独創的な芸術精神は、青磁の翡翠色の中に息づき、いつまでも光り続けるであろう。